アーロン・エナル・マルムキスト・グナルソンは、アイスランド・アーク・レイリ出身のプロサッカー選手。アイスランド代表、あるアラビドー所属。ポジションは、ミッドフィールダー。地元・アーク・レイリのクラブでプレーを始め、2006年に、オランダの AG ・アルクマールに移籍。2008年6月、フットボールリーグチャンピオンシップのコベントリーシティ、FC と3年契約を結んだ。加入からすぐに、 レギュラーに定着し、シーズン終了後には、サポーター投票で、チームの年間 MVP に選ばれた。2011年7月、同じチャンピオンシップのカーディフシティ FC にフリーで加入。2016から17シーズン終了後には、サポーター投票で、チームの年間 MVP に選ばれた。2019年、カタールのあるアラビドーハに移籍した。2008年2月2日に代表デビュー。 A 代表と並行して世代別代表にも選出されており UEFAU-21 欧州選手権2011に出場した。2012年8月のフェロー初当選の前からキャプテンに任命された。2014FIFA ワールドカップ出場をかけたクロアチアとのプレーオフで初めてキャプテンとして出場したが試合には0から2で敗れ本選出場はならなかった。 2014年10月10日の UEFA ユーロ2016予選ラトビア戦で初ゴール。2015年6月12日のチェコ戦でもゴールを挙げた。9月6日のカザフスタン戦では終了間際に退場処分を受けるも同国史上初となる主要大会出場決定を達成した。UEFA ユーロ2016ではフランス戦に出場し、 ユーロ初出場を果たした。1から1の引き分けとなったポルトガル戦では試合後クリスティアーノ・ロナウドにユニフォーム交換を拒否されたことが話題になった。ラウンド16のイングランド戦ではピッチで歴史的勝利を見届けた。兄のアルノールはハンドボール選手でアイスランド代表にも選ばれている。ありがとうございます。